日は、22日の、庄司ファルクス選手の試合の時にちょっと来てもらって、9時から始まるんですよ。9時ですね、はい。はい。ちょうどベスト時間なんですよね。日本ではもうベスト時間ですね。ダーツバーから来ても。この辺も PC の配慮が素晴らしいと思いますね。ですよね。そこちゃんと考えてますよね。はい。やっぱり PC はファンのこととか、まあそういうのをちゃんと考えて、ですよね、作ってますからね。あ、じゃあやっぱり昨日の、このキャンベル選手の試合もベスト時間ですか？カナダの、やっぱカナダ国内でも時差があるので、東海岸からしたらベストな時間だったんですけれども、はいはい、僕が住んでる西の方はちょっと早いお時間でした。あ、ちょっと早かったですね。はい、ということは、ちょうど夕方とかそんな感じですか？いや、朝です。朝一です。あ、朝一だ。午後のセッションだったので、イギリス午後のセッションは僕が住んでる地域だと朝4時スタートなんです。ああ、じゃあちょっときついですね。で、東海岸、まあマットが住んでる地域だと朝7時スタート。ああ、じゃあちょっと出勤前とかそんな感じ。そうですね。ああ、そうなんですね。まあそこはちょっとうまくいかない。そうですね。夜セッションでも10時か午後スタートになるので、仕事されてる方はちょっと難しいかもしれない。だけど大抵仕事しながら見てる方多いと思います。あ、そうです。そうですよね。こちらの方、僕もそうですけども、なんかオフィスとかにもう普通にダーツボード置いてますからね。ああ、そうなんですね。こちらはだから昼休みとかにやる人もいるんですか？多いです、多いです。おお、昼休みするんだ。はい。いや、さすがダーツちょっとずつ盛り上がってる国ですよね。はい、多分日本では仕事って面ではちょっとないと思いますね。難しいですね。仕事中とかはもちろん無理ですけど、職場にこうスティールダーツがあるとかいう感じではないと思いますね。うん、その辺はこちら北米欧米もそうですけど、結構会社の方も理解があるところが多いので、そういう融通は効きますね。いいですね。今日お付き合いに出てた女性の選手、出たヘッドマン選手も。ヘッドマン選手、はいはい。はい、彼女もイギリスの郵便局で働いてて、はいはい。で、彼女は手紙とかを送付する、小分けとかする仕事なんですけど、ちゃんと職場にダーツボードあって、仕事の合間とか昼休みとかで練習してます。さすが詳しいですね。それは、PDC からの情報ですか？そうですね。PDC からの、ちゃんとそういうのも PDC もちゃんと発信しているので、解説者とかもそういう情報も仕入れて、ちゃんと説明してます、ね。ただ今回、エリー選手の情報は全くなかったので、向こうも結構パニック状態です。あー、パニック状態だったんですか、最初は。まあ、なんかいろんなちょっと誤情報とかもありましたけど。ああ、そうなんですね。情報がなかったので。でも、あれですよね、アジアツアーに参加してなくて、一発勝負の大会で、PDC 行きを決めたっていうのが話題になってたんですよね。そうですね、全く向こうもPDJ の方もスタッツしか見てないので、全く内容も知らなかったですし、はいはいはい、向こうの解説者の方もアベレージ8流だったんですよね、確かに。はいはいはい。だけど、エディ選手はちょっとダブル引っ張っちゃったからの8流だったので、内容まで分からなかったです。ああ、そうなんですね。でも今回90打ってましたよね。90打ってましたね。ダブルもきっちりでしたし。まあちょっと、はい。144出したところもちょっと印象残りましたね。そうですね。164で勘違いで、ここ10は難しいですね。中に入れたくないところ。そうですね。中入れたら、あー、レンジしなかったんですけどね。まあそれでもまだ上がり目はある。上がり目はあります。
さあ、これで気持ち的には鹿児島ペア有利になりましたね。そうですね、ここは外からちょっと詰めていくイメージですね。おっと、左に12に入って、よい、ナイスアウト。1本目、ナイスですね。泉正彦、奈良崎隆ペア、ファーストレッグを取りました。はい、きっちり一本トリプル出てきましたね。はい、さあ、マサツも、マサツ選手は見た感じにのけていく感じですかね。マサツ選手はですね、リズムで投げて乗っける感じではないですね。あの上から落とす感じじゃないですよ。あのやっぱ軽い感じでぶつけていく感じですよ。ああ、そうですか。うん、ただ水平に刺さるんで、刺さりがちょっと、角度があんまりないんで。そうです。うん。以前のソフトで見たときは、やっぱりスプリーム使っていたので、そのままのセッティングだったら、もうちょっと、フラットに刺さるのかなと思って、そうなんですよ。思ってしまいました。でも、乗っけていく感じじゃないですか。リズムですよ。リズム。これ小村選手も思いっきりがいい感じですもんね。そうですね、いいリズムで投げてますね。リズムが良くて、はい、でもう強く腕を振る感じで。ここ上がり目指したいところですね。そうですね、これは出ますね。出ないんかい、出ないんかい、出ますねって言わしといて。ここはもう綺麗に選手にパスしたいところです。そうですね、パスしたいですね、いい数字で。まあ、いい数字かっていうのは106って結構難しいですよね。106はまだいい方かなと思いますけれども、そうですね、それでもちょっと動かないといけないですから、ね。はい、75はどこからいきます？やっぱり17、いや違う、どこ、まあ3本目この場面だったらもう17かブルでどちらでもいいと思うんですけど、はいはいはい、あまり3本目あったら僕は17からいきますね。やっぱり17ですね。17からの24、12ダブルってこと。24、はい、外しても18からのトップで。うん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 、割と縦ラインがもうあんまり動かなくてので、外れても全部17、18トップで、一定の流れで行き合っていた、ね。難しいのは63ですよね。そうですね。もうここは13、57トップですね。おっとこれ。さあ、来ました。ダブルきっちり決めますね。きっちりですね。
ちょっとこのゲームはやっぱりあの最後のアレンジのシングルのミスがちょっと目立ちましたね、お互いに。そうですね、うん、大事ですよね、シングルダーツ。あんなにトリプル入れてるのにシングルがなかなか入らないときにたまにあります、ね。さあ来るか。ナイス、ナイスグループ、ナイスコンボですね。さあここ。うわー、すごい、ナイス。強い。でも小村選手もね、きちんとキープしますよね、さっきから。そうですね、縦ラインしっかり、うん、キープしてるのはやっぱり調子がいい感じですね。さてここで上がりを出した、今回こそ。はい、18。まあ、かろうじてかろうじて170ビッグフィッシュ、小村選手にパスします。ビッグフィッシュって言いますよね。はい、170はビッグフィッシュで、あの130はベイビーフィッシュと言われた。130なんでベイビーフィッシュって言うんですか。特にあの理由とかはないらしいですけど、あのたまたま言い始めてそれが定着した感じです。そうなんですね。あの170が一番大きいので、その次に小さいのが130なので、同じ流れで20ブルっていう感じで。へえ、そうなんですね。それでベイビーフィッシュって呼ばれますね。ベイビーフィッシュで。おー、ナイスピッチ。1から1か、10か、54か、あれは10か。10か。あー、アレンジミスですね。これはもう14トリプルしてますね。これも14ブルかな。これもミスですね。これも13で。13で立て直した。あ、下行きました。34残し。34残し、難しいな。ちょっと焦りましたね。下入っちゃいましたね。さて直接行くか。おっと、アレンジしっかりきっちりパスしたいです。パス、オッケーオッケーですね。そっちから行ったんだね。戻ってくるか。戻ってきました。で決めるか。さあ来ました。さあ秋山ペアが摩擦高い小村優作ペアの鹿児島ペアを倒しました。